てですね、今日の目玉は実は最後に1枚お配りしたおまけ地図です。1650何年の明暦の大火と呼ばれる大火事ですね、ほぼ燃えました。江戸城の天守閣も燃えました。で、燃えた時にこれやばいっていうんで町づくりをやり直しました。で、これやり直す前の江戸の絵図です。道路が今のどの道路かというと、これです。三崎坂と言います。こういって団子坂で、このぐるっとカーブしていく道がこの道です。ここに書いてある道です。で、ここに一つね、坂を登ったところに鳥居が書いてあります。これがですね、根津権現根津神社です。昔の、今はですね、本郷図書館、ここにもともと根津神社がありまして、それがですね、1700年ちょっとぐらいにこの辺のでかいところに移転しました、遷座しました。で、今日はね、その過程のこのつなぐ古い道を前半は歩きます。では、出発します。八重垣君に名前を変わったと。で、国内備考っていう江戸時代の後期に幕府が命じて作った志士によると、根津の名称はネズミから来てるんじゃないかと。
面白いのが同じ場所に台東区と荒川区が解説書いてるんですよ。で荒川区の方は路線坂上から両方から来るわけは台東区京都の通りの前で下るって感じで、こっちは台東区、こっちの方が細かい。高齢記念館の最高江戸品川に総林寺がいる。記念に行く坂田ある。総林寺は坂の下にある日蓮宗の寺。七面は坂上の北側にある日蓮宗、円面に七面堂を指すと。しかも長さまでちゃんと書いてある。時間こいてたんですけど、意外に疲れました。皆様お付き合いくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。このネタがいっぱいあると時間が持てるどんな上下したらそうそうそう、実は結構累計の上下登って下ってか結構疲れました、うん、私も結構疲れました。